見てんじゃねえよ。見てんじゃねえよ。アップアップガールズ括弧2期の島崎ゆりあです。よろしく。ガタガタ言うんじゃねえよ。笑ってんじゃねえよ。今日はブラックしまちゃん配信ということで、いつも通りな感じでやっていきたいと思います。よし、よろしく。パイセンス、よろしく。今日はそうっすね、メンバーにクレームをつけていきたいと思います。うし、よろしく。今日は盗んだバイクで窓ガラス壊してきました。LINE 来てんじゃねえよ。タッツさん、ファイト、あざす、ありがとうございます。マリンさん、似合う、あざす、ありがとうございます。そうですね、今日この配信初めて島崎のことを知った人は勘違いされてしまうと思うんですが、普段は違います。よろしくお願いします。このサングラスはな、パイセンから代々受け継がれてるものなんです。なめんじゃねえよ。ちびっこって言ったの誰だ。おい、こっち来てえな、芝居でやる。うっす、いって、痛くねえよ。はい、ということで早速そろそろやっていきたいと思います。よろしく。今日はブラックしまちゃんなんで、はい、やります。まずクレーム一人目は、同期からいきます。同期の、おい、森永ニーナ、クレームをつけたいと思う。いつもいつもユリにもメイクしてくれよ。同期のアミタちゃん、あ、ニークラミばっかりメイクしやがって、ユリにもメイクしてくれ。そうっすね、こう
アップアップガールズカッコニキメンバーが勝手に作った YouTube アカウントニキちゃんっていうのがあるんですけど、そこで、メイク動画っていうのが上がってるんですね。そう、森永さんが、森永がメイクが上手だからこう同期のニクラミにメイクをしてるんですけど、ユリにもしてくれよ、お願いします。髪染めねえよ、ありのままの自分で勝負してるから。そうですね、こう森永さんにメイクしてもらえる日を心待ちにしてます。しなかったらどうなるか分かってるよな、森永にいいな。カネールさんハートありがとうございます。かわいい、ありがとうございます。次、ニークラーミ同期アミタこと、アミタとか言ってるニークラーミクレームを言いたいと思う。ニークラーミ、ニークラメシ作ってくれよ、ユリはお腹空いてるんだ。ニークラメシ作ってくれよ、腹が減ってるんだ。こっちはおい、ブラックシマちゃんもいいねって普段からこれだから分かってる？おい、あれまずい？いや食べてないから分かんねえよ。ユリはな、何事も自分で見たもの感じたもので生きていくタイプだから、よろしく。食べたことねえよ、シャインマスカットに大根おろしのせたやつ食べて、お腹すいた。イトさん、タコさん、あざす、ありがとうございます。怖い、まあこれがうちのトップだから、うちはこれん？アプガニのトップだから、よろしく。イーラレンさん、だるまさん、ありがとうございます。トップだから、ブラック島崎で逆らったらどうなることか分かってるよな。エンジとか言ったやつ出てこい、おいおい、そうだね、ユリは普段からこんな感じだから、ユリのこと舐めたらただじゃおかねえよ。楽屋ではいつもこんな感じです、よろしく。武蔵さん、かわいい、ありがとうございます。次、クレーム言っていきたいと思いますよ。逆らったら自分で考えろ。次、じゃあニキのホーチーちゃんに言いたいと思います。まずちいこちゃん、昨日かな、じゃあ最近高校生になって、SNS を始めた中川さん、言いたいと思う。
そのブログ書く力ゆりにもくれよ。お願いします。みんな中川のブログ読んだことあるか。すごいよな。いや、そこの部分は敬意を払っていきたいと思ってる。やっぱこうこの世界にも礼儀とかそういうのは大切にしたいものはあると思ってるから、そこの敬意はあるから。仁義ですよ、仁義。礼儀が大切なんですよ。ブラックシマちゃん、ブラックシマちゃん、そうっすね。次、佐々木、おいおい、このお題を島崎に振った佐々木ほのか、見てるか、見てるか。見てるか。そうだね、この配信見てなかったらどうなる。佐々木ほのちゃん、ほうちゃん、思った以上に面白いって、なめてるのか。 LINE が来たんですよ今。なめてるのか、おい、笑ってんじゃねーよ、おい。思った以上に面白いって LINE が来ました。あざっす。でもな、分かってんのか、このお題を私に振ったことどうなるか分かってるんか、おい。普段のステージの島崎ゆりやはこんなんじゃねえ。でも楽屋では、おい、こんな感じだ。このな、楽屋の姿を今外にさらしてることがどういうことかわかるか。今度会った時覚えてろ、おい。お遊戯会って言ったやつ出てこい、おい、おい。弱そうって、そうだよ、そう見させてるだけなんだよ。本当にユリの手にかかったらどうなることか。今は覚悟してやる、うん、覚悟じゃない、多めに見てやる。日本語ぐらい間違えるだろ、おい、揚げ足取るな、取るな。お、パイセン、うっす、挨拶は大事だ。喧嘩上等、コロコロプリプリ。メンタルはそろそろやばい。次ね、初期面、一期生の三人に言う。まず吉川真由さん、
まーちゃんこと吉川真由さん、言いたいことがある。もっと逮捕しろよ。あざといポリス、もっと逮捕しろよ。最近、いや今年に入ってから逮捕されてねえ。そろそろ、そろそろみんなに忘れられちゃうんだ、このあざといポリスの捕まえられる存在が。だからお願い、お願いします、お願いします。みんな、おす、お、お、はじめまして、ありがとうございます。小さいから、わ、小さいから捕まえにくそ。おい、舐めてるんか。サイズ、サイズで判断してんのか。おい、後で裏来い。小さいからってバカにしてるやつ、痛い目見るぞ。豆粒みたいに潰したるぞ。こっちのセリフだ。潰してやるぞ。おい、サビエルさん、かわいい、あざす。何笑ってんだよ。かわいいって褒め言葉？強そうってええよな。次、行くぜ。次のクレームは、ちなっちゃんこと高萩江さん、言いたいことがある。いつもいつも人狼で初日釣りするんじゃねえよ。人狼で仲間になった時もユリが弱すぎるからってすぐライン切りしてくるんすよね。すぐに釣らないでくれ。最終日まで頑張る。容赦ないっすね。でもね、弱いのはまだ実力を発揮できてないからだと思うんだよね。そう、初日でこう釣られてしまうことが多いから、そこまでに行くのにね、実力を出す場所っていうのがないんだよね。だから次人狼した時には、初日釣りしたら分かってろよな。おい、ハート、あざす。最近強くなってる。だからそれが実力なんだよ。
どうすね。力見せてやるっすよ。今頃震えてる？当たり前だろ。おい。通知来てんじゃねえや。今配信してるんだよ。胸ぐら掴んでやるよ。おい。ツイッターの通知だよ。言われなくても考えろ。いや、わかんねえよね。はい。口数減ってきて。わかってるよ。ちょっとメンタルきてんだよ。はい。充電はしてる今。なう。応援。どうも。あと一人ラスト。カジシマーヤ。カジ。言いたいことがある。なんで。鼻リコーダーもギターも全部できるんだよ。おいおい、しかも足臭い。嘘くさい。ずるるいんだよ。ずるるいんだよ。足くさいし、嘘くさいし、何でもできるら。おい。どうすりゃいいんだよ。こんな感じで今日の分のクレームは終わりたいと思います。まあ日頃ね、溜まってることはいろいろあるっすよ。でもまあここで全部出しちゃうと、まあ全部さらけ出すわけにはいかないんで、島崎ちょっとミステリアスな方がいいっていうしね。まあ大人なんで、そこは大目に見てやりますよ。ミステリアスではない。ミステリアス、ユリがミステリアスって言ったらミステリアスなんだよ。おい、元から不良っす。よろしく。ボスへのクレーム？たくさんあるよ。おい。言い切れませんよ。おい。ビビってねえや。なめてんじゃねえよ。はあ、そうですね。まず一つ目。おい、山田社長。
アラフォーおじさん割と登録者伸びてるじゃねえか。ニキちゃんももっと宣伝してくれてもいいんじゃねえか。おい、昨日も、夜中の独り言配信ちょっと見させてもらった。割とみんなコメントしてたよな。おい、もっとニキちゃんコメントしてくれ。怒られるね。ごめんなさい。おい、意外と見てよ、昔の動画とか踊ってみたとか見返した時に俺割とコメント少ないって思うんだよね。ちゃんとやってんのか、おいお前ら、なめてんじゃねえぞ。可愛くねえよ、こっちは強えんだよ。てってさん、可愛い、舐めてんのか。おい、ありがとうございます。なんてコメントすればくればいいんですか。そうだな、パイセン、しまちゃんパイセン一番かわいい、よろしく。まあ普段の楽屋ではこんな感じなんでね、いつものゆりしか知らない人にはわかんないだろうけど、まあ普段はこんな感じなんでよろしく。いや、一番はゆりだから分かってるよな。じいじさん、かわいいじゃねえよ。ありがとう。しもちゃんパイセン一番かわいい、よろしくね、よろしくね。カネールさん、好きな言葉、コロコロプリプリ、コロコロプリプリ、超かわいいじゃねえよ。今来ました、ブラックシマちゃんのポリシー、アイドルポリシー。私ん、俺のポリシーは横のつながりを大切に。やっぱこの人類の世界では人とのつながりって一番大事だからな。不審者やんじゃねえよ。糸さん、あざっす。尊い、尊いってどういう意味、意味わからん。ちょっと前髪が決まらん。ちょっと待ってろ、お前ら待ってろ。うん、目離してんじゃねえよ。目離したやつ出てこい、裏こい。
だこれはな、切れてるとかそういうレベルじゃないから。まあ俺が切れたらどうなるか分かってんよな。ちょっと騒いでるやついるからボコボコにしてやるわ。騒ぐんじゃねえぞ、夜だからな。簡単に切れると思うなよ。俺や、一人称俺や。ご近所付き合い、そうだよ、そういうもんなんだよ仁義の世界はな。切れてねえや、切れてるんすかじゃねえや、切れてねえ。ちょっとブラックシマちゃん質問コーナーします。質問くれ。はよはよ、いつからヤンキーなん？生まれた時から。腹筋は何回できますか？100回。嘘、1億回。好きな食べ物は何ですか？舐めた後輩。今メンバーに会うとしたら誰に会いたいですか？佐々木。おい今日誰か締めてきましたか？母ちゃん、ばあちゃん、じいちゃん、姉ちゃん、犬、ワンコロ。DV じゃないですよ。うるせえな、嘘だよ、わかるだろ。おい、また前髪が崩れる。ブラックジョークもわかんねえのか。いや、マスクしたらワーマー強そう。当たり前だろ、しなくても強いんだよ。古文は何人いますか？数えきれねえ。日本に住んでるやつ全員古文。俺日本のトップだから。好きなアイス教えてください。アイス？板チョコアイス。今までは秋冬しか発売されてなかったんですけど、1年間発売されるようになりました。あれ、ゆりが頼んだからみんな感謝して。好きなキャラクター。好きなキャラクター、こいつ。かわいいじゃねえ、舐めてんのか。強いんだよ。
どいつもこいつも舐めやがって。こうしてやるからな。しまちゃんパイセン一番可愛い。ツイートしてね。しろや。しなかったらどうなるか分かってるよな。824人。みんなコメントしてくれ。推し変したらどうなりますか。推し変、推し変、ユリから推し変するなんてちょっとよくわかんないわ。松尾さんちょろくねえや。一生ついてこい。クーヤンさんハートありがとう。はい、早く焼きそば買ってこい。焼きそばパン。最近壊したもの？え、リアルに壊したもの。なんだろう。ハンガーとか折った。リアルに。え、ハンガーって本当に折れるよね。あのさ。なんかこうちょっと待ってろよ。おい目離してんじゃねえよ。あのさ、こうこれハンガーあるじゃん。ここさ折れるよね。ここ折れる。寝てんじゃねえよ。おい、次の人へのお題。次はそうか、アミタどうしよっかな。伊藤さんアイスあざっす。え、ちょっと考えたんすけど、やっぱね、こう自分がこんな無茶ぶりされたからにはやるしかないっすよ。じゃあきつめのやばめの、なんだろう、きつめじゃない、きつめ。次の配信、アミタ、ニークラアミさん。いや、ちょっと考えてきたけど、ちょっと今頭飛んだの。ちょっと忘れちゃったの。頭飛んじまったよ。飛ばしちまったよ。なんかお姫様配信とかやったっけ、誰か。やったっけ。ちいこちゃんがやってるよね、確かに。それだ。なんか見たことあるなって思った。それじゃぬるいよね。
王子様配信、ナルシスト配信はどう？どう？王子様系ナルシスト配信。あり、あり出ました。見たいですよね。やっぱね、こう需要が分かってる人間っていうのがトップにいるんすよ。よろしく。アミタに書こう。誰かスケッチブック買ってくれよ。もうねえよ。よろしく。みんなスクショしてね。字が可愛いじゃねえや。舐めてんのか。スクショした。正解。スクショ逃した。おいおい、よろしく。王子様系ナルシストってどんな感じ？ユリに聞く？ちょうどいい格好もしてるしね。そうだな。ちょっと前髪直させて。へい、そこのボーイ、元気してる？これで全人類の女子たちが落ちたよね、俺に。ちょっと髪の毛邪魔だよ、この野郎。落ちた？惚れた？うっす。ちょっと嬉しい。落ちてねえやつとかいねえよな。おい、かわいいじゃねえよ、強えんだよ。しんどいに決まってんだろ。おい、口数減ってきてんだよ。何言えばいいかわかんねくて。強いのが一番いいに決まってんだろ。これやばいよね。笑ってんじゃねえよ。うわ、パイセンにとって強さとは？すごい哲学みたいなこと言うね君。
気に入った誰？パイセンにとって強さとは？このまま終わったらウケるって、家ではずっとこれなんだからこのまま終わりに決まってんだろ。家でも楽屋でも一番強えのは俺なんだよ。そのことを理解した上で言ってる？言ってる？言ってる？そう、一番強いユリア様です。俺の HP はゼロだ。もうとっくに限界を突破している。クレームを言い終わったあたりから突破してる。でもやり続けるのが仁義ってやつじゃないのか。そうだよ、リンさん団子あざす。美味しいです、美味しくいただきます。アミタがニクラ飯食えれねえから。ラクちゃん終わった？え、みんな初めて今来た人とかいたりする？ちょっと困るわ今から。そうだよ、もうなんか暑いもん。今来たばっかり。ラビュラビュじゃねえよ。ジジさんお疲れ。おっす、ありがとうございます。ラクちゃんのところから駆けつけました。今さら来たのかよ。おい、遅えんだよ。もう9時49分、あと10分しかねえんだよ。ゆりの HP はゼロなんだよ。メンタルやられてんだよ。おい、伊藤さんタコあざす。たこ焼きにして食べてるから。クロちゃんめっちゃ可愛い。可愛いじゃねえよ、嬉しいけど可愛いじゃねえ。強えんだよこっちは。おい、舐めてんのか。1000人突破嬉しいけどよ、みんな早く見ろよ。なんで9時から見えねえんだよ。おい、すぐ前髪も崩れやがって。うっす、黒島さん、黒島、黒百合のが強そう。わわわ、岩崎から見とるでいい、素直でよろしい。テーブルのシミが切れる。どれどれ、これガラガラガラだよ。おい、これはな、ユリが小学1年生の時から使ってるんだよ。ちゃんと綺麗に使ってるから。おい、見てんじゃねえよ。おい、物を大事にするのは当たり前だろ。そういうのが仁義ってやつなんだよ。おい、分かってんのか。舌打ち会でナンバーワンだから。可愛くねえって、もう
たよ。一番強いのはこの俺だ。もう終わるよ、大丈夫、あと8分ある。うえしまちゃんパイセン一番かわいい、よろしく。今日帰ったんだけどさ、なんでねえんだよ。うわ、なんか寒い、寒いんだよ。誰か暖房つけろよ。ここじゃない、ない。な、そうなんだよ、俺の部屋暖房ついてなくてマジ寒い。あったあった、パイセンの部屋に火をつけますね、よろしく。ちょっとこれ何回目か分からなくて書けなかったんだけど、どういうことだよ、おい、舐めてんのか。よろしくってこれじゃないの。あ、これ死ぬか、見てんじゃねえよ。見せてんじゃねえよって感じだよな。あ、夜か、この野郎。よろしく。あざといって何？舐めてんのか？おい、次舐めたらどうなるか勝手よな。わからないです、ここを使って考えるんだ。ちょっと雑談していいか。俺が小さい頃、おばあちゃん家で、おばん家で、ばあばん家でここを使って考えてみてって言われた時にね、本当にこうやって頭を使ったんだ。ちょっと面白いよね。本当にできたんだけどね、なんか物を取るときね、こう頭を使った。まあ小さい頃から出来上がってる人間なんでね、ガキん時から言えばわかんだろ、ガキん時から。今は完全体、これが俺の完全体。まあ今17だけど、この年から出来上がってんの俺ぐらいだからな。
島崎かっこ完全体だから。何時に寝るんすか。まあ俺レベルになるとな、寝ねえんだよ。ゆりルーム完全かっこ完全体だからよろしく。そう、お母さん、母、お母、母ちゃんの腹の中から寝たことねえから。おふくろ、そう、おふくろの腹の中から寝たことねえから。うるせえよ。強さに小ささとか関係ねえから。もうそうだよ、そろそろ寝る時間なんだよ。いや寝ねえよ。いやでもこの時間になるとちょっと良くないこと言っちゃうから。良い子は寝る時間なの、君たちが寝る時間なの。そう、22時まであと1分や。いやー最後まで見てくださった、見てくれたお前ら感謝する。このつながりは大事にしていきたいと思う。これからまた配信することがあって、今とは少し違う形、少し違う姿をしてるかもしれない。でもその時はちゃんと心の中にこのブラックユリをちゃんと覚えておいてよな。お願い、俺のこと忘れねえでくれ。またいつか会えることを楽しみにしている。よろしく。最後やってくれるよな、俺のこと忘れねえでくれ。わかるよな、大津島でしたってわかるよな。おつしまでした。